はい、皆さんどうもこんにちは、みちひろです。今回は Ktor でウェブサイト制作第4回コメント投稿機能を実装してみようというテーマでお届けします。ちなみに今回が一応最終回となっています。で、コメント投稿機能って言ってもですね、本格的なものではないというか、データベースを使ってやるわけではなくて、シンプルなですね、コメント投稿機能を実装するような感じになります。そういったシンプルな機能を使って、Ktor でバックエンドの処理を行うにはどうすればいいのかっていう部分をですね、一緒に確認していければいいかなと思っていますので、興味がある方は今回もぜひよろしくお願いします。では、早速参りましょう。はい、画面切り替わってパソコンの画面を映し出しています。コメント投稿機能を実装してみようということでですね、今回データベースを使った本格的なものを実装するわけではないんですが、シンプルなコメント投稿機能を実装して、Ktor でサーバーサイドの処理を行うにはどうすればいいのかというものを一緒に確認していこうと思います。では、よろしくお願いします。コメント投稿機能を実装するにあたり、まずはフォーム送信ボタンとかですね、を用意しなければなりませんので、この index.ftl テンプレートファイルを開いて、フォーム関連タグを配置していこうと思います。というわけでやっていきましょう。フォームとして、で、アクション属性と、メソッド属性ですね。を指定していきます。メソッドは、当然ポストメソッドを使用します。で、パーツは少なくとも2つ必要ですね。1つはコメントを入力する欄ですね。インプット、タイプ、テキスト、ネーム、何でもいいですが、コメントとしておこうと思います。コメント。で、もう1つ必要なのはボタンですね。送信ボタンが必要です。というわけで、配置していきます。送信。送信。よし。これでいいですね。で、ボタン要素のデフォルトのタイプはサブミットなので、わざわざタイプイコールサブミットとしなくても、これでいいっちゃいいです。もちろんタイプサブミットっていう風にね、明確に指定してもそれはそれでいいですけど、ここではこのようにシンプルにしておこうと思います。では一旦これで保存をして、で、今度はですね、このフォームから送信された、サーバーに送信されたものをですね、サーバー側で処理をして返すというコードを記述していこうと思います。というわけで、routing.kt に戻って、ポストメソッドのね、処理を記載していきます。ポスト。ルートは、これでいいですね。で、受け取ったコメントをね、処理するんですが、そもそも送信されたコメントをどの変数にね、格納するかっていうものも全く今定義されていないので、まずはそちらから定義していこうと思います。バル、コメント、ミュータブルリストでね、指定していきます。で、初期値決めておきましょう。最初、ザ・ファースト、コメント。っていうね、文字列を一つだけ今入れています。これが初期値というかね、最初から入っている文字列ですね。で、あと入力されたコメントがこのミュータブルリストにどんどん追加されていくという感じになります。では、ポストメソッドのね、処理の中を書いていこうと思います。まず送られてきたフォームパラメータをね、受け取る必要がありますんで、パルフォームパラムスとかね、名前をつけて、コール、レシーブパラメータかな。レシーブパラメーターつって、受け取ることができます。で、その中のね、コメントが欲しいので、なんか1行というか空白ずれてませんかね。よし、これでいいかな。コメントが欲しいので、コメントと名前をつけて、コメントを取り出していきます。フォームパラムスの中のネーム属性でね、コメントとしているので、こうして、で、これ塗るかもしれないので、初期値をね、決めておくといいかなと思います。空白でいいですかね。これで、フォームのパラメータを受け取って、その値をコメントというね、普遍変数に格納するということができました。あとはこれをですね、このコメントというミュータブルリストに追加してあげればいいですね。というわけで、やっていきましょう。コメンツ、アド、何を追加するかっていうと、コメントですね。はい、これで OK です。で、最終的に、コールレスポンドリダイレクトで元の URL にリダイレクトしてあげる必要があります。コールレスポンドリダイレクト。URL は、これですね。はい、これで OK です。ポストのね、ブロックはこれで OK です。まあ、ただですね、今のところ、get メソッドでコメントを受け取って反映するためのものが定義されてないですし、テンプレートファイルでもですね、コメントを表示するためのものがどこにも記載されていないので、あとはその2つを、定義してあげる必要があります。というわけで、ルーティングファイルに戻って、今度はね、get メソッドの中の定義をちょっと編集していく必要があります。具体的にはこのモデルって書かれている部分ですね。今、ヌル、何も渡さないというかね、ヌルを渡すようになってますが、ここを変えてあげる必要があります。具体的にどのように変えていけばいいかというと、マップでね、変換してあげます。例えば、コメンツと名前を付けて、to コメントとしてあげれば、いいですね。コメンツですね。ちなみに、このコメンツっていうのは、このコメンツです。はい。それを、マップとしてね、渡してあげるということになります。で、渡してあげるのは当然ですけど、index.ftl ファイル、このテンプレートエンジンファイルですね。というわけで、今度はこのテンプレートエンジンファイルを再び開いて、コメントを表示するための、リストを作っていこうと思います。この下にちょっと書いて、で、ちょっと見やすくするために、あえてちょっと、無駄な会議を増やしますが、この辺に画面のね、カーソルの位置を持ってきて、順番のないリストとしてね、表示していきましょう。で、フリーマーカーではですね、先ほど定義した、このね、コメンツ、to コメンツを受け取って、リストとして展開するという機能が、備わっています。まあ、どのように書けばいいかというと、まあ、こんな感じで書くことができます。リスト、シャープをつけてね、特別な形で書くことができます。こんな感じですね。で、コメンツとして受け取っているので、コメンツで、それをね、コメントとして展開していこうと思います。で、とりあえず、リスト要素としてね、埋め込んでいきましょう。で、このようにですね、ドル記号とこの波括弧記号で、その中のね、文字列として表示させることができます。これでいいかな?いいですね。保存して、一旦これで挙動を確認しておこうと思いますが、このままだとちょっと下にスペースがなくて見づらいような気がするので、スペーサーちょっと配置しておこうかなと思います。スタイル、ハイト、300ピクセルぐらいでいいかな。こうして、保存して、ランしてみましょう。よし。はい、ビルド、ランできましたんで、アクセスして、はい、やっていきます。ここにコメント入力欄ができてますね。で、失敗したなと思ったのが、今、ここ、ザ・ファーストコメントってありますけど、これ黒い文字で表示されてますね。これはいかん。というわけで、文字列をちょっと変えていこう。あと、これをちょっと真ん中に持って、真ん中に配置されるように、ちょっとだけ修正しますね。すいません。ちょっと、修正を加えます。はい、修正を加えました。The First Comment というのがね、最初に入ってますね。これ初期値で入れといたやつです。では、別のコメントを追加してみましょう。My Comment とか、まあ何でもいいですけど、コメント送信すると、はい、こんな感じでですね、入力したコメントがどんどん追加されていくことになります。こんにちはとかね、入れると、こんにちはって入りますし、まあ、お約束のね、ハローワールドとかも入れておきましょうか。ワールド、ハローワールド。綴り合ってるかな?はい、こんな感じでですね、コメントがどんどん追加されていってますね。コメント投稿機能の完成ですが、実はこれちょっとね、大きな問題がまだ残っています。っていうのも、これスクリプトタグを埋め込んでしまうことができるんですよ。この状態では。というわけで、やってみようと思いますが、スクリプト。で、例えば、アラート、テストとかするとね、これやってみます。すると、JavaScript プログラムが実行されてしまいましたね。というわけで、これは、セキュリティ的にかなり大きな問題があるということになります。XSS、クロスサイトスクリプティング攻撃をもろに受けてしまうことになるので、最後にですね、そのセキュリティ上の問題を解決して、完成としていこうと思います。では、プロジェクトに戻って修正を加えていきます。どこにどう加えていけばいいかというとですね、クロスサイトスクリプティング攻撃を防ぐための方法はいろいろあるんですが、今回はですね、フリーマーカーの機能を使って、サニタイズを行っていこうと思います。サニタイズっていうのはこのタグとして扱われるようなこの角括弧とかを、単なる文字列とかにね、無害なものに変換するような、そういった機能のことをサニタイズと言ったりします。では、テンプレーティング.kt ファイルに行って、設定を追加していこうと思います。今このね、テンプレートローダーの指定しかないですけど、もう一つね、追加していこうと思います。アウトプット、フォーマットっていうものがあるので、それをね、定義していきます。で、html アウトプットフォーマット .instance。これで OK です。簡単ですね。これで再度ね、プロジェクトを実行してみましょう。はい、プロジェクトが立ち上がりました。先ほどと同じように、ここにですね、JavaScript タグを埋め込んでみます。すると、先ほどはですね、プログラムが実行されてアラートが表示されましたが、そうならずにですね、単なる無害な文字列として解釈されて、それがそのままコメントとしてね、掲載されるようになりました。こんな感じですね。これだけで十分かと言われるとちょっと、そうとも言い切れない部分がありますが、このようにですね、サニタイズを、実施する、行うだけでもですね、ある程度攻撃を防ぐことができるので有用だと言えるかなと思います。というわけで今回はですね、Ktorでウェブサイトを作ろう最終回ということでコメント投稿機能を実装してみました。本当はですね、実はデータベースを使って本格的なしっかりとしたコメント投稿機能を実装しようかなと思ったんですけど、データベースを実装するとなるとかなりですね、コードとか複雑になってしまって説明も難しくなってしまうので、そこはちょっと妥協って言うとちょっと言葉悪いですけど、わかりやすさを優先して、ちょっとデータベースではなくて、シンプルな形でコメント投稿機能を実装してみました。正直なところ、バックエンドを扱わないのでいいのであれば、わざわざね、Ktorでウェブサイトを作成するメリットっていうのは少ないかなと思いますが、逆に、バックエンドの機能も利用したいなってなってくると、Ktorを使うメリットはかなり大きくなるのではないかなと思います。特にですね、Android アプリを開発したことがあって、Kotlin に慣れてるとか、そういう方であればもう間違いなくKtorを使った方がいいというか、Ktor使うのめちゃめちゃおすすめです。はい。というわけで今回はシリーズの最終回、Ktorでウェブサイト制作第4回かな、コメント投稿機能を実装してみようというテーマでお届けしました。ここまで見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。